天王寺組は大花見大会。桜の下でお好み焼き。大阪に生まれてよかった。ほんまや、母ちゃん。大阪で産んでくれておきに。皆さん、私たち幸せです。俺の名前は戸狩源也。大竹の頭、大好きな栗どら焼き。売り切れとったんで、栗だけ買うてきました。墓参りに来てる武闘派の極道や。栗単体はあかんやろ。どら焼きの方を持ってこんかい。小四郎。アホ、何回騙されんねん。俺や。親父、声真似うますぎです。ダッシュでどら焼き買いに行くとこでした。こないだまで天王寺組は東京国道天王組と戦争を繰り広げた。この覇王戦争はまさに苛烈の一言。両組織、多くの人間が散っていったんや。そして大竹の頭は、これが大竹のりふみの死に様じゃ。この戦争を引き起こした張本人として責任を取り死に張ったんや。大竹、今日は大阪城で恒例の花見大会や。お前好きやったな。自称桜に愛される男でしたもんね。頭は春になると俺にこう言うてた。俺は花見をさなあがん宿命やね。桜が俺に見てほしいよね。一旦耳鼻科行ったらどないでっか。舎弟たちは花見の支度で追われとる。ニトリ、ソースはお好み焼きよ、たこ焼きよ、焼きそばよ、泥ソース全部あるな。高槻の兄貴、大丈夫です。一つでも忘れたら渋谷の兄貴はブラジルまで穴掘るで。どういう意味でっか。とにかく怖いです。そして俺らは花見会場に入った。おお、満開です。親父、ええやんこれ。ニトリ、お前がやったんか。でかした。はい、一つもみ一つもみ言い聞かせときました。お前は何の力にもなっとらん。人が揃ったところで渋谷が声を出す。 MC の渋谷大地です。三国の親父、乾杯のご発声をお願いします。よっしゃ、今日はよう集まってくれた。みんなのアイドル大竹がおらんなってひどい大竹ロスに苦しんどるやろ。親父、福山ロスみたいに言うてる。なんかちゃいますよね。いいえ、俺は同意します。せやけどな、大阪弁しか喋られへん諸君。親父もです。見てみ、ご覧の通り桜は咲く。つまり時は進んでいくわけや。進まないなら引きなさい、引かないなら進みなさい。こんな名言もある。大竹の残したもんを背負って俺らは進んでいかなあかん。この桜と酒をその原動力にしよう。というわけで飲んだらよ。乾杯。乾杯。原動力いただきます。ビールとたこ焼きと私揃ったら最強。今日はあの覇王戦争に関わった奴らが集まったかいや。イカ焼きめっちゃ凍ときました。考えられん量や。イカ焼きは儲かったな。西、お好み焼きに入れるもんはなんや。愛しさと切なさと心強さです。それ良子や。渋谷はいつも焼きたがりよる。たがり、命の源をやるわ。陣内の兄貴、嬉しいです。すると陣内の兄貴はあの戦争について話し出す。せやけどお前ズタボロやったもんな。よう後遺症なくいけたな。俺は罠か総一郎とやってどえらい目にあった。その首もらった。先に地獄で待っとけ。だって早うて見えへんねんもん。手置いて戦おうたとはいえお前が負ける相手がおるとはな。そんな強かったんか。認めざるを得ませんね。あの戦闘に関して思い返したことなかったな。正直体は俺の方が全然強かったと思います。わなかには相当なダメージを与えました。切って刺して六角も突き刺して。でもあいつ倒れよらんのですわ。完全に精神力が体を支えとるなと。あいつ目ん玉切られても一個もひるみませんでした。そこは予想を超えられたってのが本音です。ただ顔は明らかに勝ってましたね。俺わなかの顔写真で見たけど絶対負けてる。
陣内の兄貴ジジイになるまで幸せに過ごしましょう。なんやそれ、俺は別品さんと接してたら長生きできる。マブチの兄貴、一緒に飲みたかったんです。そうかいそうかい、瀬戸内海。この西鉄平は木戸丈一郎の下で射程をやっとった。西、東京極道と遊ぶね。ジャングルジムでっか。仲良し小良しアホ。その木戸はこの戦争で単身で天王組に襲撃した。天王、俺のために死んでくれ。木戸は天王の喉元まで迫った。皆さんに恨みはありませんでした。せやけど最後の最後は届かんかったんや。この戦争で散った木戸と朝倉はほんまに優秀やった。朝倉、実は今道に迷ってんねん。その割に堂々と歩きすぎです。おまわりさん探しましょうか。木戸には組長になる夢があり、朝倉はその木戸に夢を見た。まあこの飲み会はどうしても戦争の話になる。真淵の兄貴、天王組の長瀬は強かったんですか？ちなみに俺は手榴弾で吹き飛ばされました。この真淵春人は天王組の長瀬と交戦した。殺す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 、死ぬんはお前や。ちなみに真淵は関西で名を轟かせる剣客や。小林、もろたで。後ろの正面だあれ。耳が異常に発達しとって、暗闇で最も能力を発揮しよる。長瀬な、強いっちゅうか何もさせてくれんかったな。ほうほう、と言いますと？相手の能力を削ぐ能力に特化しとる驚き桃の木アントニオ猪木や。あの男は俺のええところを徹底的に消してきよった。あ、手榴弾。二人とも吹っ飛ぶやろが。まず手榴弾の爆音で俺の耳を潰して能力をそぎ寄った。さらに日本刀の距離に専用に、血まみれになっても永久に至近距離におったんや。剣道場にローション巻かれる感覚っちゅうか、積み上げたもんゼロにされる感じやったな。マブチの兄貴を病院に運んだんは俺です。そうやったな、たこ焼きあげるわ。いや、剣術を教えてください。俺もお願いします。そうこうしてるうちに完璧な出来や。渋谷のお好み焼きが出来上がっとった。桜の下のお好み焼き。渋谷君、お好み焼きは大阪人の太陽やね。なかったら凍ってまう。お前誰や、凍るか。いやいや、同期同期、今日もツッコミ全力やね。この男は天王寺組武闘派白石玲治。飲んでるって聞いて恥ずかしながら来てもうた。包み込んでくれへん？白石は昔ビジュアル系バンドマンやった。君たちがいて僕がいる。ただ悪い客はギターで芝居てた。俺の歌詞をバカにすな。アーティストとして最悪や。せやけど辛い戦争やったな。渋谷が死んだらもう夢でしか会われへんやん。何言うとんねんお前。白石は歌詞みたいなことを言いよる。そこに椎名が割って入った。渋谷の兄貴、天王組の小林はどうやったんですか？渋谷は二度にわたり天王組の小林と正面衝突しとる。死んでもここは通せ。行けよてめえ。こいつが踏ん張らんかったら大竹の頭は小林に殺されとったと思う。すげえクリエイティブな男でな、何するかはっきり言うて全く分からへん。畳を手裏剣みたいに投げるわ、木登って打つわ、はちゃめちゃやのに真空ねん。しかもパワーとスピードもバリバリや。まあ勉強なったわ、死にかけたけど。成長したんやな。今の話にはソルティドッグが合うんやろな。なんで？同意できません。まあ過去は過去や。親父が言うた通り前向いて進んでいかんとな。そう言うて渋谷は笑った。親父、東京から無事に帰ってこれてほんまにホッとしてます。心配せんでええ言うたやろ。あもう親分は大竹生かしたんや。俺を殺そうとするわけあれへんがな。実は大竹の頭が死んだ後。あもう親分、お時間いただき感謝いたします。いえいえ、わざわざご足労痛み入ります。親父はあもう組長の元を訪れたんや。頭を下げて許されることではありません。
ただ天王寺組のしたことは全て私の責任。どうしても謝りたくてこの場に来ました。三国の夜分、私はもう許しましたから、願わくば未来永劫このようなことがないように大阪に広めてください。ありがとうございます。関西一円、この三国が責任を持って伝え続けるよう尽力します。こうして天王組長の許しを得たのだ。そうしてると急に渋谷が仕切り出す。よっしゃ、まだまだ飲まなあかんけど、尖りの兄貴中締めお願いします。わかった。ほんまは金取るけど、大阪弁しか喋られへん翔くん。お前や、綺麗な桜も誰と見るか、うまい酒も誰と飲むか、結局大事なんはそれでっしゃろう。俺はこの極道人生を共に歩むみんなの顔を見るといつも心から思うことがあるんです。アホやけど、まあこいつらでええかってね。というわけで飲みましょう。なんやこれ、表段とちゃう、飲めとがり。今のスピーチマイナス3ポイント。親父、そのポイント何に使いますの。そんな感じで天王寺組は賑やかです。これからも至難程度に頑張っていきます。覇王戦争尖り破片一気見豪華加工バージョン、兄貴たちが動きます。